昭和三陸地震は、1933年3月3日午前2時30分47.6秒に、岩手県上平郡釜石町の東方沖約 200km を震源として発生した地震。気象庁の推定による地震の規模は M8.1。金森広尾の推測は MW8.4 で、アメリカ地質調査所もこれを採用している。震源は下記にあるように、 日本海溝を隔てた太平洋側であり、三陸海岸がまで2 0 0トル以上距離があった。東北太平洋側では、震度5の強い揺れを記録したが、明治三陸地震の時と同じく地震規模に比べて揺れによる直接の被害は少なかった。しかし、地殻変動によって発生した大津波が襲来し、被害は甚大となった。最大訴状高は、 岩手県家仙郡料理村で海抜28.7メートルを記録した。津波第一波は地震から約30分で到達したと考えられる。震度4以上を観測した地点は次の通り。太平洋プレート内における単一アスペリティの破壊による正断層型のアウターライズ地震と推定され、1896年、明治三陸地震に影響を受けたと見られている。 保存されていた地震波と津波記録を用いた解析によれば、破壊開始点は1971年に計算された、新大位置より約1 0 0トル北方の北緯40.13度統計144.52度の深さ2 0トル、破壊継続時間は約60秒であった。また、地震波解析によるモーメントマグニチュードは MW イコール7.9。 最大滑り量は5.4メートル。津波の解析による、モーメントマグニチュードは、MW イコール7.8、最大滑り量は3.2メートルと計算された。地震の直前にメイド音、地震の後に砲撃、または、円雷のような強音を聞いたとの証言が多数ある。この中で、地震発生後に聞こえた砲撃、または、円雷のような音は、 地震動により破壊された岩盤から発せられた音が空中を伝わったものと考えられる。同様な音は1995年に発生した機械等近海での地震でも聞こえたことが報告されている。ただし、数値は資料編算者と集計時期により異なる場合がある。負傷者12,053名、家屋全壊7009個。 流出4885個、浸水4147個、消失294個に及んだ。行方不明者が多かったのは、津波の引き波により、海中にさらわれた人が多かったことを意味する。特に被害が激しかったのは、岩手県の下平郡太郎村で、死者520名、行方不明452名。津波が襲来した後の太郎村は、 家がほとんどないサラチ同然の姿となっていた。下記の群発地震が誘発されたと考える研究者もいる。また、本震の前後の期間は、新発地震の活動が活発であったと報告されている。当時、1929年10月24日に、ウォール外大暴落に橋を発した世界恐慌が、1930年1月11日の、 近海近により、日本にも波及し、昭和恐慌に陥っていた。東北地方では1931年の例外で、農村が疲弊し、1933年には当地震、及び津波で、漁村も疲弊。さらに、翌1934年には強作に見舞われた。当時の内閣総理大臣、斉藤実は、仙台藩、水沢城下に生まれ育っており、 被災地は地元と言える。震災は第64回帝国議会の会期中に発生し、国際関係においては2月24日に国際連盟で立憲報告書の評決を不服とした松岡洋介日本全権が退席、3月8日に政府が国際連盟脱退を決めるという緊迫した事態に陥っていた。 発災から約4時間後の3月3日午前6時30分、日本放送協会仙台放送局ラジオがニュースを打ち、全国に伝えられた。ラジオがなかった明治三陸地震では、被災地から 400km 以上離れた東京府の内務省に、発災の第一報が電報で届けられるまで、約19時間30分かかったことと比較すれば、情報伝達は、格段に早まっていた。 斉藤内閣は、震災翌日には、応急対策の協議を始め、租税の減免などを決めた。また、被災地に派遣された各省庁の事務官などが復旧のための昭和8年度追加予算の策定作業をし、会期末まで日数がない中で、追加予算630万円が議会で決定した。その後、1934年に、東北振興調査会が設置され、 東北の経済振興を目的に、東北工業及び東北振興電力の両特主会社が設立された。経済振興とは別に、東震災を契機として直接的な津波対策として、以下のようなものがなされた。震災から約4ヶ月後の同年6月30日、宮城県は、解消理災地建築取締り規則を交付、施行した。同条例は、 津波被害の可能性がある地区内に建築物を設置することを原則禁止しており、住宅を建てる場合には、知事の認可が必要とし、工場や倉庫を建てる場合には、非住家ここに住んでいは危険ですの表示を義務付けた。違反者は交流あるいは過料に処すとの罰則も規定された。1950年に建築基準法が施行され、災害危険区域を指定して、 住宅建築を制限する主体は市町村となったため、当場令はすでに存在していないとの説があるものの、廃止された記録もないため、現行法上の有効性は不明。なお、県内では現行法に基づいて、仙台市、南三陸町、丸森町が災害危険区域を条例で指定しており、沿岸自治体の仙台、南三陸の西町のみが、 県の登場令を一部引き継いでいるともみなせるが、現行法で認める違反者への50万円以下の罰金が三市長の条例ではいずれも規定されておらず、罰則規定については引き継がれなかったと言える。1964年の新潟地震を契機として、1972年に防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律が、 交付、施行され、災害危険区域からの防災集団移転促進事業の財政的な裏付けがなされた。ただし、同事業における補助金は事業費の3、4の充当であるため、事業主体の地方公共団体が事業費の1、4を負担しなくてはならないこと、平時において移転促進区域内の住民の同意を得て、 全住居の移転を達成しなくてはらないことなど、実施にはハードルが高く、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震以前に県内で同事業が実施されたのは、1978年6月12日の宮城県沖地震後に仙台市の27戸が移転した例のみに止まっている。1982年までに海抜10メートル。 総延長2433メートルの巨大な傍聴堤が築かれた。1958年に完成した一気工事の傍聴堤は、1960年5月23日に発生、来週した地理地震津波の被害を最小限に食い止めることに成功した。これにより、太郎の巨大傍聴堤は全世界に知れ渡った。この巨大傍聴堤は、 波浪の防災の象徴となっていたが、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による大津波はこの防潮堤を越えて町内を襲い全域が壊滅状態となった。ありがとうございます。